こんにちは、北浜なんです。まぶしい。こんにちは、北浜なんです。今日は、ハロウィンの仮装をしています。ハロウィンの日あたりは仮装し損ねちゃったので、今やっております。これ、猫股で、全身映るか。怪しいな。これほら、尻尾がちゃんと映ります。絵でしょ、猫ちゃん。はい、そんなわけで今日やることはこの仮装とは全く関係ないんですけど、初めてスタンディングライブへ行く人の注意点をまとめました動画でございます。というのも、もうそろそろディルの冬ツアーが始まるということで、初めてスタンディングライブに行くという方もいらっしゃるかもしれないなと思いまして、私が初めてディルのライブに行ったのが去年の秋冬ツアーだったんですけど、去年のツアーもスタンディングライブで、私スタンディングのライブに行ったことがなかったので、どういう感じなのかとかさっぱりわからないまま、右も左もわからない状況で行ったものですから、こういう動画あったらよかったなって思ったので作りました。キラハムネンチャンネルで、あくまでちょっとディル・アングレーの場合なので、他のライブだと違うところもあるかもしれないんですけど、そこはちょっとご容赦ください。ちょっとめちゃくちゃカンペを見ながらやっております。まずスタンディングのライブとホールのライブの違いって分かりますか？スタンディングライブっていうのはチケットには整理番号だけが書かれてて、番号順に入場するんですね。番号順に入場して、会場内にはもう椅子がなくて広い空間が広がっていて、そこにみんな好きに並んでみるって感じです。で、ホールのライブっていうのはよくあるコンサートスタイルみたいな感じで、チケットに席番が書かれてて、開演時間までにみんな各々入場してきて、自分の席のとこを探して座って、座ってもいいし立ってもいいし、とにかく自分の席で見るっていうスタイルですね。はい。このホールスタイルは結構コンサートとか舞台とかで経験があったので、ホールの場合は大体わかるんですけど、スタンディングライブっていうのが全くの未経験だったので、どうやって入場するんやろうとかの、入ってからどうしたらいいんだろうとかがすごい不安ですよね。キラハムネンチャンネル。はい、リルのライブの当日と思ってください。いきなりね、朝やること、はい、物販を買います。買いますっていうか、なんか買わせるみたいな感じで、自由ですけど、物販が欲しい人は午前中に会場の前で物販の整理券っていうのが配布されます。なのでそれをもらいに行きましょう。これ第一ミッションです。まあ整理券っていうのは別になくてもグッズは買えるんですけど、人気のグッズとかだとすぐなくなってしまったりとか、グッズ列でわーって並ぶのが大変だったりもするので、まあ確実に買いたい人は整理券をもらいに行くのがおすすめって感じです。で、ディルの場合は VIP チケットっていうちょっとお高めなチケットを持ってたら、その人たちが先に買えたりっていうのもあります。はい。で、整理券をもらいに行こうってなった時に、配布される時間がだいたい11時ぐらいから会場前とかで配布されるんですけど、11時きっかりに行ってたら遅いです。もうその頃にはみんな並んでて、結構後の方になっちゃいますね、券もらうのが。なので私はだいたいちょっと前、1時間前か、まあ、少なくとも30分前には待っときたいなって感じです。まあギリギリでも別に行っちゃいいんですけど。で、それで券もらって、そしたらその整理券に何時頃に戻ってこいみたいなのが書いてるんですよ。なのでもうその時間にまた戻ってくるって感じです。それまでは好きなとこで時間潰してご飯食べたりとかうろうろしたりとかしてます。物販自体が始まるのはだいたい2時か3時ぐらい、ちょっと日によって違うんでそれ確認してもらいたいんですけど、2時か3時に会場前でスタートします。で、物販の整理券もらったやつに書いた時間になったら会場前行って、で、番号順に呼び出されるので、自分の番号の順番になったら行ってグッズを買うって感じです。で、ディルの場合は現金とクレジットカードとペイペイが使えると思います。で、他のアーティストさんのライブでも大体一緒かと思うんですけど、グッズ買った時に袋とかは特にもらえないので、自分のエコバッグとか持っていくか、その会場で売ってるグッズのバッグを買うって感じになります。
キラハーマニンチャンネル。はい、で次ライブが始まるまでにやっておかなきゃいけないことがあって、それは荷物をとにかく軽くするっていうことです。っていうのもスタンディングの時は座席がないので荷物置くスペースがないんですね。しかも結構みんなぎゅうぎゅうになって入るので、いっぱい荷物持ってたら邪魔になっちゃったりとか、結局落としちゃったりとか、いろんなトラブルの元になるので、とにかく荷物を最低限にまとめることで、買ったグッズとかも壊れるので置いていきたいって感じです。でホテルとか泊まってたり家が近くにある人はもう置きに行けばいいんですけど、そうじゃないっていう人はコインロッカーに先に預けるって感じですね。ロッカーはだいたい駅か会場外のロッカーを利用することが多いんですけど、まあ中入ってからもあったりもするんですけど、中入ったら結構みんな場所取りで早行きたいって感じになると思うんで、あんまりロッカーゆっくり入れてる暇がなくなりそうなので、入る前に預けた方がいいと思います。で寒い時期は上着とか着てるのももう脱いで入れるんですよ、持って入れないから。だからちょっと寒いですけど1時間前とかになったらロッカー入れてたりします。私はいつも持って入るのはだいたいスマホとドリンク、後でちょっと説明するんですけど、ディルのライブはドリンク代がいらなくて、逆にドリンク持ってこなきゃいけないっていうことでドリンク、あと何かあった時のための小銭と速攻ブルーベリーっていうこういうやつがあるんですけど、これなんか飲んだら目が冴えるというか、はっきり遠くまで見えるっていうやつを、これ丸ごと持っていったらあれなんで一粒だけ忍ばせてます。これは30分前とかに飲んでいた方がいいので列に並びながら飲むって感じです。たまに忘れて後から発掘される。あとハンカチとかリップとか、まあ必要なものを最低限、私いつもこういうぐらいのバッグで持っていくんですけど、肩掛けできるやつ、こうやって、ああちょっと待ってこんな感じでね、はい、こうやって肩掛けにして持っていけるやつにしております。でこの中にまあペットボトルとか入るねん、意外と。これペットボトルとかスマホとかをこう入れて最低限だけで、こうもういくらでも両手が空くようにこういうバッグにしております。だいたいみんなこういうちっちゃいバッグを持ってこられてると思いますね。あとはタオルとかマスクとか必要なものを持ってきてくださいって感じです。はい、キラハーマニンチャンネル。はい、そして荷物を縮めました。でロッカーとかに預けたら、あとは会場前、どれぐらいかな、会場時間ちょっと前ぐらいになったら多分みんな整理番号順に並び出すんですけど、会場の近くに行ったら、ちょっとこれ会場によってやり方が違ったりもするんですけど、だいたい壁とかに紙が貼ってあって、整理番号1番から100番の人こことか、100番から200番の人ここ並んでくださいみたいな、だいたいその整理番号何番の人こちら、はい何番の人こちらみたいな分けられてるんですよ。なので自分がまあ整理番号300番だとしたら300番って書いてるとこに並ぶって感じです。ただね、そのざっくりした番号しか書いてなくて、100番から200番とかざっくりしたやつしか書いてないので、そこに多分みんな並んでると思うんですけど、それぞれ何番かって分かんないじゃないですか。今100番から150番って書いてるけど、自分125番とかやった場合どの辺に並べばいいんやろみたいな、なんとなく真ん中かなみたいな感じで行ってる時に、まあざっくりで多分いいんですけど、もし気になるだったら並んでる人に、すみません整理番号何番ですかって聞いて、そしたら110番ですって言われて、あじゃあ125だからもうちょっと後ろだなみたいな、なんかそういう調整をしていって大体行けばいいんですけど、なんか私これ最初にライブ行った時に本当に正確に並ばなきゃいけないんだって思ってて、めっちゃいろんな人に聞きまくってたんですよ、その並んでる人隅から隅まで。でもなんか結局会場の前に行ったらスタッフさんが100番から103番までの人をみたいな感じでちょこちょこちょこって呼び出された人が入っていくみたいなスタイルやったんで、結局並んでる時に 100% 完璧に並ばなくてもいいみたいな、それをね、罠ですよね、罠っていうか私が勝手にそう思い込んでただけなんですけど、だから 100% 完璧じゃなくていいけど、呼び出された時に分かりやすいとこにいてくださいねって感じです。キラハーマニンチャンネル。あと入ってからですね、これで呼び出せました
125番の人っつって呼び出されて、いやー入っていくとしてチケットを見せて入ります。そしたらライブハウスに行ったことがある人だったらわかると思うんですけど、ライブハウスって基本ドリンク代っているじゃないですか。ドリンク代ってまあ600円ぐらいお金払って飲み物と引き換えるっていう感じのシステムになってるんですけど、ディルはそれがないんですよ、なんか知らんけど。で、私はスタンディングじゃないんですけど、ライブハウスには何回か行ったことがあったんで、そういう時って大体ドリンク代があったので、私もディルでもあるんだろうなと思って、逆に水とかを持っていかずに小銭だけこう握りしめて行ったら、まさかのなしですって入れてしまって、え、ドリンクは？みたいな感じになっちゃって、喉乾くし何も持ってきてないと思って、急いでまずドリンクを買いに行くっていう手間が増えてしまったので、それちょっと注意してください。基本的にないです。もう入ったらそのままシューって入れるし、だから逆に飲み物だけ持ってきといて、ドリンク代はいらないです。キラハーマネンチャンネル。はい、で次は好きな場所にポジションを取って待つ。で、中入ったらもう好きな場所にポジションを取って待てば OK です。好きなメンバーがいるんだったら過去のライブ映像とかを見て立ち位置確認して、だいたいこの辺だなみたいなを確認して見えやすそうな場所にポジるといいかと思います。で、ディルの場合はそっちがお客さんだと思って、これステージとしたら、まあみんな DVD を見てたりしたら分かると思うんですけど、こっちあの上手って言うんですけど、こっち側ね、これ当てるかな、この画面、え、反転しないよね、こっち上手です。端っこ第3、はい、ギターの第3で、この辺に深夜さん、ドラムの深夜さんがいて、でセンターが京さんですね。んで、この辺りに下手行きます。こっち側下手って言うんですけど、これはい、としやさん、ベースのとしやさんで、この辺にギターのかおるさん、これ見えますか、あのなんかおもろいことになっちゃった、こういう感じの配置になっておりますので、皆さんの好きなポジションを取っていただければと思います。私はとしやさんのファンなので、だいたいとしやさんの来るところの後ろにベースのなんか白いでかいアンプみたいなのがあるので、それを目印にこの辺かなみたいな、ここの辺かなみたいなにポジるって感じ。はい、キラハーマネンチャンネル。あとはライブを楽しむだけなんですけども、ちょっとまだ注意点がございまして、ライブが始まって暗転して枕になってライブが始まる時とか、ライブが盛り上がってきた曲の時とかに推しっていうのが発生することがあります。推しっていうのはみんながこうギャーって前に押し寄せていって、ちょっと推しくらまんじゅうみたいな状況になることを言うんですけど、この時に小柄な人とか女性の方とかこけるぐらいの圧力で押されることがあります。で、ちょっと押しつぶされかけたりとか、すごい危険な状況になることがあるので、やばいなと思ったら迷わず声を上げてくださいっていうのを思います。周りの人優しいので、こけてる人とかいたらみんな起こしてあげたりとか、しんどいんでちょっと横とか後ろとかに吐けたいですっていう人がいたら通してあげてみたいなとかやってくれたりとかするので、無理せずそこは意思表示してください。無理したら絶対しんどくなっちゃうと思うし、はい、私もなんか結構推ししんどいんですけど、 なんかゴリラやから意外と耐えれるんやけど、引き抜いてたら本当に倒れそうになるんで危険です。はい、で自分そういうのなんか自信ないからちょっと巻き込まれたくないわっていう人は、サイドとか後ろの方とかだと結構安全地帯なので、最初はそういうとこから出てもいいかなって思います。最前線にいきなり出なくてもいいかなっていうのは思います。とディルのライブは2階席がある会場とかだと、2階のところは指定席ブースになってたりして、ちょっとあの値段は上がるんですけど、結構安全に見れる地帯というか、落ち着いて全体が見通せる席とかが用意されてたりもするので、そういうのもよかったら検討してもらえればと思います。私もね、ほんと最初こういうギャーとかなったらどうしようと思って、めっちゃ後ろの一番後ろのとこで、この PA さん、音響さんのところでこうやって絶対に潰されねえぜみたいなとこで見てたんですけど、でもなんか次の時のライブからはゴリゴリに前面に繰り出していってたんで、
結局なんかみんなもしかしたらあの刺激を求めてそうなってしまう可能性はあるんですけど、まあまあまあそこはもう楽しむことが一番なんで無理せずでいいと思います。ね、あとこういう推しとかがあったりとかヘドバンとかみんなするじゃないですか。で盛り上がってくるとアクセサリーとピアスとかイヤリングとかネックレス指輪とかめっちゃ落としやすいので、それはもし大切なものだったら先にカバンにしまっておくことをおすすめします。私もマジで落としたりとかめっちゃあるんで、スマホとかも気をつけてください。もう本当落としたら終わるまでは戻ってこないと思います。終わった時に明るくなってから発掘される感じ。キラハーマネンチャンネル、こんな感じなんですけどいかがでしょうか。皆さん大体の雰囲気はこんな感じでございます。でもあとは帰りは普通に帰ればいいだけ、ね、帰りはまあ普通に帰るわな。打ち上げするもよし帰るのもよしです。こんな感じでスタンディングライブ初めての皆さんわかるかな。あとはね実際行って楽しんでみてください。私も全然まだ素人なんですけどね。あとねちょっと私最初にライブ行くとき迷ったのが服装なんですけど、服装はまあ結構みんな好きに着てます。はい、なのでなんかバンティーじゃないとダメなのかなとかなんか浮くかなとか思ってたんですけど、まあ確かにバンティーの人とか黒っぽい服装の人はやっぱビジュアル系だと多いんですけど、別に絶対そうじゃないといけないみたいなことはないので、ここに槍とかがついてなければ多分大丈夫だと思います。その人に危害を加えるような衣装じゃなければ。はい、でコスで行く時もねちょっとスタンディングの時はねコスはね危険かなと思ってギュギュになるからあのやめてるんですけど、コスの人もねいたりするし、だからおのおの好きな格好でおしゃれするのもいいし、機動性重視の服でもいいし、メンバーカラーの服とかでもいいと思うし、結構服は割と自由というか、まあ、悩まんでよかったなっていうのは思いました。はい、雰囲気はそんな感じです。あとはもう一回来たら大体わかると思います。はい、それでは今日の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。イエーイ、一生ハロウィンしてるね本当に。なんかハロウィンさ、逆にさコスプレとかやってたらもう毎日ハロウィンみたいな感じだから、逆にハロウィンの日できなかったりするんだよ。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。皆さんライブツアー行かれる方楽しみましょう。じゃあね、これ猫やねんね、猫やで、かわいい尻尾じゃん。